半分。残りの半分は本当のこと。ですよ。5分前行動習ったでしょ。何か方便は、仙台さんっていつも千代ちゃんとか委員長とか呼ばれてるからパッと来ないよね。誰か知ってる？うわー！ん？お熱があるから休むって伝えてって言われてて忘れてた。おいおい、やめてよ。もう褒めても何も出ませんよ。座ろっか。私としたことが小さなにすぎました。まったく、誕生日だと思っていい気になりようってからに。僕は最初から成功する確率は五分五分だって言ったじゃない。いいアイデアだとは言ったけど。さすがカリアスか。お前いい男になるぞ。いい男？